皆さんこんばんは。おー、いい音出ますね、相変わらずこの目が。すいません、遅れまして、仕事終わってやっと帰ってまいりました。先週に引き続き自由民主党に対して、野党第一党だったらその責任を果たして野田内閣に再稼働やめろ、原発やめろ、俺たち自民党は今まで50年間原子力発電所を推進してきた、忌まわしい歴史を総括するんで、お前らこの野郎、三党合意なんかどうでもいいから、ゲアしやがれと、その声とともに、内閣不信任案を提出しろ、そのことを訴えるために、自由民主党の前で抗議活動をやっていきたいと思います。8時になったばっかりなんでね、官邸前から流れてくる人も幾人かはいらっしゃるかと思います。なかなか我々の主張というのは、理解されがたいかもわかりませんが、自由民主党が今まで中曽根が1950年代に、当時まだ自由民主党なかったですけれども、中曽根が保守政治家の代表若手のタカ派として名を馳せていた1950年代に原子力予算を初めて日本で上程したあれからだいたい50年、その50年の節目にあたって福島第一の原発の事故が起こった。それに対して自由民主党にしっかりとした総括を求めつつ、原発のない次の日本を作るのは保守政党であるべきだ、その声を上げに我々は集まっております。自由民主党の前では、皆さんご存知の偏差値と知性の低いネット右翼の方々が毎週金曜日および月曜日に抗議活動を数人のグループで小規模に行っていらっしゃるらしいですが、彼らのようなレイシストに支えられるほど自由民主党は落ちぶれてないはずです。もし自由民主党は本当にこの国を愛し、本当にこの国の伝統とこの国土を守る気概があるんであれば、今すぐ野田内閣に対して不信任案を提出し、野田内閣、ガバナンス能力を失った野田内閣に脳を叩きつける、それが自由民主党の歴史的使命であります。やってんじゃねえぞ。そういうことを訴えるために、我々はこれから、こまめに自由民主党の前で抗議活動をやっていこうと思っております。先ほど申し上げましたように、中曽根康弘がまだ若かった頃、今はもう死にかけのじじいになっちゃってますけれども、あの若かった頃、若手のホープ、若手のタカ派、元海軍のスマートなタカ派として名前を売っていた頃、中曽根は突如として